スオミ KP-31 とは、フィンランドで開発された、短期艦銃である。KP とはフィンランド語で短期艦銃を意味する、コンピストリーの略称であり、スオミとはフィンランドを指す言葉である。20世紀、フィンランド国防軍の正式短期艦銃は、試作型のスオミ M1922 を経て、スオミ KP-26 を使用していた。KP マイナス26は、コッキングハンドルとボルトを別にし、射撃中の反動を抑えることに成功。また、レシーバー後部のキャップを回転させることにより、発射速度の調整ができて、重心の交換も容易だった。しかし、大きくカーブしたバナナ型弾素は、相談不良などが多発した。1930年、これまでに、 様々なフィンランド軍の兵器開発に携わっていた、銃設計技師、アイモラ・ハティは、KP-26 の弱点を改良した、スオミ KP-31 の試作系を発表し、翌年にフィンランド軍に正式採用された。1939年11月30日、フィンランド領内に4個軍、計70万人のソ連赤軍が侵攻した。兵力、 火力ともに、劣勢のフィンランド軍は前線し、KP-31 もその一翼を担った。本銃を用いたスキー部隊の一撃離脱攻撃により、ソ連軍を一時的に国境外に追い出すことに成功した。この戦いの際、模ガン M28 を使用して505人を狙撃し、スナイパーとして史上最多の確認戦火記録を持つ下モ兵,兵はこの、 サブマシンガンを使用し、前述の記録とは別に200人以上、非公式なものを含めれば、狙撃で殺害した542人よりも多くの敵兵士を倒したと言われている。ソ連軍は露格した KP-31 を持ち帰り PPSH-41 など短期間重開発の参考にした。またスイス、ブルガリア、スウェーデンでもライセンス生産され、 対戦中はフィンランドに駐留していたドイツ軍でも使用された。KP-31 は1990年代までフィンランド軍で使用された。KP-31 は KP-26 の相談不良などの欠点を解決するためバナナ型断層に変えてドラム型断層を採用しセレクターにも改良を加えた。 71発のドラム断層の他に20発、40発、50発の箱型断層が使用できた。コッキングはレシーバー右後端のレバーを引くことでいった。ありがとうございます。